どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきます。そしてこんな素敵な動画を見逃したくないよ小柳先生っていうお優しい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いしるぶぷれ。では本日ご紹介する絵画はこちら、ベックリンの死の島です。暗い、なんじゃこの不気味な陰湿な印象のある絵は。しかもタイトルが死の島って思ってしまうんですが、実はこの絵発表した当時には大好評を博すんです。なんなら当時の家庭には一家に一枚死の島っていうよくわかんない状態だったぐらいなんですからね。でもこの絵は一体どういう絵なんでしょうか。そしてこの絵はそこまで人に受け入れられて、人々にどんな影響を与えたんでしょうか。今日はそんな不思議な世界を追ってみましょう。今日も楽しく美術トラベル。ではこの絵は19世紀の後半にスイス出身の画家アルノルト・ベックリンによって描かれた死の島です。今はスイスのバーゼル市立美術館に所蔵されていますね。なんか他の美術館でも見たことあるようなって方いらっしゃるかもしれませんが、素晴らしい記憶力です。実はこの絵をベックリンは6年間で5枚描いていて、1枚は戦争で焼けてしまったんですが、他の4枚がそれぞれの美術館で所蔵されているんですね。でも本当一度見たらなんだか心に入ってくるような印象があるんじゃないかなって思います。さてこのベックリンはこのチャンネルでは初登場の画家ですね。彼はスイスのバーゼルで生まれるんですが、青年期以降はヨーロッパ各地を転々として生涯の大部分をドイツとイタリアで過ごします。18歳からの2年間はドイツのデュッセルドルフで絵を学んで、その後の7年間はイタリアのローマに滞在して絵の勉強、そしてイタリア人女性と結婚して4人の子供を設けました。ただその時には絵で食べていけるほどには慣れてなくて、経済的に困窮してローマで暮らしていけなくなったので、一家で生まれ故郷のバーゼルに引っ越ししています。でもその年にドイツのミュンヘンで行われた展示会にこの足の中の牧神を出品したところ、バイエルン王国の王様が痛く気に入って、なんと国家お買い上げになるんです。そこでベックリンの名前は絵画界に知れ渡ることになりました。ちなみに彼は象徴主義に分類されます。なんだかつい最近もこのお話をした気がするんですけど、この19世紀の後半っていうのは美術史的に見たら目に見える美を写し取る印象派一色なんですよね。ただそんな中でも心の中を映し出すモローとかルドンとかもいたんですよっていうベックリンもそのうちの一人なんですよね。この絵もギリシャ神話に出てくる半身半獣の神様パンが足の草の中でこちらに背を向けてくつろぐような象徴的な絵になっていますよね。さて名前が知れ渡るようになったベックリンはドイツのワイマールの美術教師を担当することになって、ここで初めて経済的に安定することができました。そして50歳手前頃からは拠点をイタリアのフィレンツェに移して作品を精力的に制作しました。そんな円熟を迎えた頃に描かれたのが今回のテーマの絵画死の島なんです。では絵をゆっくりご覧いただきましょう。暗いどんよりとした雲で覆われた空の下、墓地のある小さな小島を目指して白い棺を乗せた小舟が静かに進んでいきます。
小舟はちょうど作られた防波堤のようなところに入っていこうとしていて、もう到着間際です。よく考えていただいたらわかるんですが、小舟をそのまま漕ぐんだったらこの男性の位置逆なんですよね。ただもう流れに任せて正面から船をつけるつもりなんでしょう。船の後ろに静かなしぶきが上がっていますね。花砂で飾られた白い棺とその横に立つ人物、これは男性なのかもしくは女性なのか。防波堤の上にも生き物のようなものが出迎えるようにこちらを見ているように見えます。そして中に船をつけるとその中は完全なる闇。ただその闇が上に抜けるにつれて何本もの糸杉に形が変わります。糸杉はヨーロッパでは古くから墓地に植えられる木として認識されています。この特殊な空に伸びる鉛筆みたいな形が死者の魂をその幹を伝って天に届けてくれるって考えるみたいで、この絵においてもまさに死の島にぴったりな植物です。島にはいくつもの人工的な穴や少しの人工的に作られたような建物も見られます。この島は一体何なのか。先に言ってしまうと、ベックリン自身はこの絵について何にも説明してないんです。ただ夢のような絵、誰かにノックされたら驚き慌てるような静筆さを伴ってと語っているようです。この死の島っていうタイトルもベックリン自身のものではなくって、彼の作品を扱っていた美術書フリッツ・グルリットがつけたものとなっています。さてこの絵の1枚目が描かれたのは彼の53歳の頃。この絵はパトロンであったアレクサンダー・ギュンターっていう男のために描かれたものなんですが、絵の引き渡し前にね、マリー・ベルナールっていう未亡人の女性がその作品をベックリンのアトリエで見て大変気に入りました。そして彼女のために2枚目の死の島を描くんですが、その時に彼女の希望によって何年も前にジフテリアで亡くなっている彼女の夫を忍ばせる彼女と棺が書き加えられたそうです。つまりこの絵にはもともとこの小舟はなかったんですね。よってこの白い人物は女性ということになるんですが、それだとちょっと個人的すぎますよね。なので多くの方はこの白い人物をギリシャ神話に出てくる死者の魂を冥界へと案内するカロンと考えているようです。カロンはストゥクス川、アキレウスを不死身にした川ね、その川の渡し森って言われているので、その説で言ったらこの広大な海のような風景は実は川っていうことなんでしょう。さて本人が何も語っていない以上は明確な答えは出せないんですけど、それでもこの絵は誰が見ても不気味さを感じる、ある意味テーマの明瞭性から大変な人気となります。その後に描かれた3枚目は取引のあった画商のために描かれていて、ベックリンの大ファンであったあのアドルフ・ヒトラーが入手してヒトラーの首相官邸に飾られてました。そして4枚目5枚目まで描いて死の島シリーズはここでおしまいになります。この絵の人気は昔から絵画に関心の高かった政治家とか芸術家だけにとどまらなくって、一般人からも人気があるんです。あまりの人気の高さに版画まで出回って、ドイツではこの絵を飾る家庭があふれて一家に1枚死の島って大げさじゃないんですよ、でポストカードまで出回るようになるんです。でもどうしてこんな不気味な絵をっていう気持ちになってしまうんですが、この時代は先日お話ししたアール・ヌーボーとほとんど同じ時代で、人間の内なる闇っていうのも一つのキーワードになってるんですね。
だからこの死の島のおよそ10年後、ムンクの叫びが大ブレイクするのを思うと、こういった不気味なものに惹かれるっていうのもわかる気がします。そしてそんな死の島に心を奪われた有名な作曲家がいました。それはロシア人の作曲家セルゲイ・ラフマニノフです。彼はこの死の島の白黒の版画を見て霊感を受けて、先ほどから聞いていただいているこの交響詩死の島を作曲しているんです。8分の5拍子っていう不安を煽るリズム、こんな悲壮感の漂うメロディ、この絵がいかに人々の心に刺さった絵だったのかがわかるエピソードですよね。いかがでしたでしょうか。いやー怖い。このね、音楽も怖いんですよ、死の島でね。このラフマニノフはオリジナルの絵を知らずに白黒の版画を見て作曲したんですが、その後実はオリジナルを見てるんですよ。そして彼は言いました。先にこれを見ていたらあの曲は書かなかっただろう。だってなんか思ってたより明るかったみたい。そしてね、最後この絵5枚あるじゃないですか。でもシリーズっていうか同じような絵が5枚だからね、私ねどれもまあ同じだろうって思って見てたんですよ。ただ今回この動画を作るにあたって、まあ改めて5枚ちょっと見とこうかなってよく見てみたんですけど、そしたらね、このボートに立つ人いるでしょ。これがね1枚目の人で、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、5枚目だけお辞儀してるんです。おお、何これ。ますます謎があふれる作品ですね。怖いわ。では本日の動画はここまでになります。ちょっとでも面白いなって思われた方はここ押してみてください。なんと一発でチャンネル登録できるようになったんです。皆さんの応援で成り立っているチャンネルです。ご協力お願いします。ではあさっての夕方6時にまたお会いしましょう。バイバーイ。